俺の副官は AWM。はい、どうも、スコールです。今回はですね、まぁ、実はコアコード、補填が入ったんですよね、皆さん。いやー、嬉しいっすね。補填が入ったの。最高じゃないですか。補填ね。まあ、今回反動バグがずっとあったじゃないですか。M4 とか Q5 とかですね。いろんな銃の、反動バグがあったんですけれど、それの補填ということで、配られたんですよね。で、ちょっと早速、そちらの方を見ていきましょうか。はい。こちらですね、メール開くと、銃器の反動不具合に伴う補填というわけで、こうやって来ているんですよね。こうやってね。これを、受け取ることで、補填を取れると。そういった感じになってます。で、これで専属のね、ガチャを一つ回せるってわけなんですけれど、皆さんはね、一回しか回せんじゃんみたいな風に、思うじゃないですか。なんですけれど、これね、ワンチャン僕、今回思ったのが、リセマラできるんじゃないかなと。いう風に思いまして、今回その検証をね、やっていこうかな、という風に思います。それではやっていく。で、まずですね、僕、レベル5のキャラいっぱいありますんで、レベル5のキャラをたくさん使います。で、レベル5のキャラを使ってできたんだったら、次ですね、レベル5に行ってない既存のね、今回のアップデが来る前のキャラクターをレベル5まで上げて、それでも受け取れるのかどうか、それを確かめます。そして最後は、新規キャラをレベル5にしても意味があるのか、これも試していこうかなと思います。ちょっとそれではやっていきますね。はい、それではやってまいりました。レベル5のキャラですね。こちらちょっとログインして、実際回していけるのかどうかですね、やっていきましょうか。最近レベル5のキャラ使ってなかったんで、復帰ボーナスがねこれ来ちゃってますね。で、これで見ていくと、シーズン報酬と、ありますね、こちらね。銃器の反動不具合に伴う補填ですね。来てますね。いいじゃないですか。まず、レベル5のキャラクターを、アカウントを持ってさえいれば、回せるということがですね、ここで証明されました。はい。いいですね。最高じゃないですか。めっちゃいいじゃんね。回せるんだったらね、良くないですか。ついでにこの高級物資もね、10連だけ回しとこう。これも回しつつ、もう一個でね、トレ君の方も回しときましょうか。はい。ああ、いいですね。こんな感じで回せるというわけですね。はい。で、お次はですね、あれをしていきましょう。既存のキャラだけれども、レベル5未満のキャラですね。これをレベル5まで上げたらもらえるのかどうかですね。試していきましょうか。ちなみにレベル5のキャラはいっぱいありますけれど、これはライブでちょっとしていこうかなと、リセマラの方ですね、していこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、それでは入ってまいりました。レベル5未満のキャラですね。多分レベル4ぐらいじゃないですか。まずね、レベル4キャラ入ってもね、もらえないと思うんすよね。多分、わかんないけれどね。やってみないとあれなんで、なんとも言えんけど。あー、やっぱ届いてないね。補填の方は。こっからレベルをね、5まで上げてどうなるのかっていうのをちょっとね、試していこうかなと、いう風に、思います。はい。これでレベル5になりました。レベル5になってすぐは届かなさそうですね。なるほど。これで一回ちょっとね、リログしてみましょうか。ワンチャンリログしたら来る可能性っていうのがありますんで、ちょっとそちらの可能性の方をね、見ていこうかなと思います。さあ、それではリログしてまいりました。実際これで来るのでしょうか。これ今回あったら新規アカウントでも今からね、どがんやろう。あ、来とるくない？来てますね。これね、既存のアカウントで5を足してなくても、レベル5まで上げれば来るみたいですね。これ上手くないか。結構これ美味しいですよね。で、メインストやってる間にバトルパスのレベルも18まで上がってますんで、あとミッションクリアしとけばいいっすもんね。なんかシングルバトルとかを射撃場でクリアすれば、交換の方ね、交換のやつとかも手に入れることできますんで、これ結構いいですね。とりあえずここで専属回しましょうか。
なるほどですね。これ神ビーたらね、俺神なんだけどね。まあ、次はね、じゃあ、あれをしていきましょう。新規でキャラクターを作って、それでも当てることができるのかですね。そちらをちょっと見ていきましょう。OK、新規でキャラクター作ってまいりました。じゃあまずこのキャラクターをですね、レベル5まで上げようかなというふうに思います。オッケー、これで、レベル5になりました。まあ、5になってすぐは、こちら表示されてないんですけれど、まあ、ギログしたら、どうなるのか、これをちょっとね、まあ、今から、再び試していこうかな、というふうに思います。ワンチャンこれで、ギログしていけるんだったらね、完全なリセマラ、ね、作れるからね、ちょっと楽しみですね。さあ、ギログして参りました。どうだろう。これで、あー、さすがに無理か。さすがに無理っぽいですね。新規のキャラクターでは、いけないみたいですが、まあ、その、既存でですね、レベル5以下でもいいんで、キャラクターを持っていれば、リセマラできることは分かりましたんで、まあちょっと、いろいろ保管されている方は、この方法を使って、リセマラされてみてもいいのではないでしょうか。で、このリセマラですね、一応まあ応用することというのができるんですよね。うん。まあこれは前にもね、動画で話してますけれど、まあ改めてちょっと話していこうかなというふうに思います。まあ先ほどですね、まあレベルを21にしてトレーニング勲章を手に入れる。まあその交換でパックが買えますよっていう話をしたと思うんですけれど、まあレベルが結構14とか、まあ高かったら18とかまで上がるんですけれど、この方法、今回の方法ですね。まあ5周目まで追加されてますので、そこまで上げれるんですけれど、まあそこからプラスして、やっぱりレベルを上げるには、バトルパスのレベルを上げる方法ですね。これをちょっと2つありますので紹介していこうと思います。まず1つ目が射撃場を使う方法ですね、射撃場にまず入るじゃないですか。あ、入る前にちょっと1回するべきことがあって、例えばそのミッションを1回プレイですよ。バトルバスのミッションを1回見て、例えばスクワットのミッション、スクワットを3回プレイがあったら、その射撃場に入る前に通常バトルのスクワットのマッチングオフにするんです。この状態にして射撃場に入ることで、その一戦スクワットをしたと、射撃場に入って抜けるだけで一戦スクワットをしたという扱いになりますので、これを使うことによってまずそのミッションクリア、短時間での超短時間でのミッションクリアというのが可能になるんですよね。でもう一つありますのが、まあ、そのミッションの中でも回復しないといけないっていうミッションあると思います。回復しないといけない系、まあ、包帯拾ってねとかもそうなんですけれど、あと、4スコとかドットサイト、あと3チョッキ、3ベストとか、あと3ヘルメットですね、そこら辺を取得してねっていうミッションがあるんですけれど、そういう回復系とか取得系のミッション、実はですね、団体に入るじゃないですか。団体競技場ですね。団体競技場に入って、で入ってすぐそれを拾って抜けるだけでクリアできます。はい。で、回復のやつに関しては、その団体競技場の試合が始まった後に、アンチ街に行って、アンチ街で、その自分でね、まあ、アンチダメージとかガスダメージを受けて、回復して、ミッションをクリアしていく、ということができるんですよ。あ、まあ、あと、アンチ街にですね、20秒間いないといけないっていうミッションもあるんですけれど、まあ、そちらの方も団体ですね、使うことによって、クリアすることができますね。うん。まあ、あと、もう一つね、結構拡張すべきところっていうのがありまして、レベルを上げよったら、もう、あとほんのちょっとで、レベル上がるよねっていう時、あるじゃないですか。レベル4でもあともうほんとビリで、ちょっとやってしまえればクリアできますよっていう時があると思うんですけれど、そういう時というのはですね、皆さんドリームキャッチャーを使いましょう。レジャーのドリームキャッチャーがある時はドリームキャッチャーを使うんですよね。まあ、これを使うことでまずマッチングするじゃないですか。マッチングしてパラシュートからもう速攻降りるんですよ。速攻降りたらもう敵おるんで、速攻降りて、でアイテム漁る必要がないですから、まあ、アイテム漁らずに降りてから敵がおったら、まあちょっと敵倒して、おらんのやったらそのまま自害してやっていくという感じに回ることで、まあほんの少しの経験値を埋めないといけない時っていうのは、その方法を使うことでまあ1分2分ぐらいで経験値すぐ貯めることができます。まあ、そのやり方をね、僕はちょっとおすすめしますね。ドリームキャッチャーですね、昔はねフラッシュ激闘があったんですけれど、
ど、今はまあフラッシュ激闘はね、1日限定のやつにしかないんで、まあ、そんなに使えないですから、ドリームキャッチャーもその、曜日制限がまああったりするんですけれど、まあ、それでもですね、やっぱりちょっと、まあ、使える時ってのは使えますんで、まあ、よかったらですね、皆さん使われてみるといいと思いますよ。まあ、偽物もね、結構ね、いろいろ研究していけば研究していくほど、新しいやり方ってのが見つかって面白いんですよね。偽物も偽物で結構ね、極めがいのあるものなんで、まあ、暇がある方っていうのはされてみるといいと思います。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方をよろしくお願いします。Twitter やってます。フォロバしろって言われたらフォロバしますのでよろしくです。TikTok、ビルダム、そちらの2つもやってます。ビルダムと YouTube コミュニティ欄の方では、クランロゴのですね、作成、プレゼント企画やってますんで、よかったらそちらも応募してみてください。チェックしてください。LINE の方では動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもですね、ぼちぼち動画の方を上げてますんで、よかったらそちらも見てですね、登録してみてください。お願いします。そんな感じです。それでは。